こんにちは私はね自分が当事者ってこともあってよくロスジェネってものをねあの自分のポジショニングとしてお話しすることが多いんですけどもそう話しているとこの前ね80代ぐらいの方からお話しいただいたことがあって話す中でいや本当のロスジェネってのはね私たちの頃じゃないんかなって言われてました生まれた時に戦争があって戦争が終わったら焼け野原で仕事もない会社もない 学校なんていいつも食べるのが精一杯それでも食べられない日があったそれこそ木の皮を剥いて煮て食べたこともあるよ、まあそういう中でねずっと80年世の中を見てきたけども今はすごいよねとないってことがないもんねと困っていることっていうのが本当はないでしょう、うん、いや本当に今と昔を比べるとねまた年寄りじみたことっていうふうに言われるかもしれないけども 当時は何もないから困ったっったたていうこと自体じゃなかったんだよ困るのがスタンダードだったんで横を見てもあっちを見てもこっちを見ても同じ悩みだから結局同じだったよっそれが普通だったよっ、まあ、ロスジェネとか人生設計とかね貯金とかねも全然なかったよっ <laughs> それこそ生活保護って制度を知るすべもなかったとかね確かになった <laughs> うん。その中で幼い子供たちが孤児になりねそれから傷病兵さんが帰ってきて 駅前に立ってハーモニカを吹いたりとか不気味な社会がそこに広がっていたけれどもでもいつまでもこんな暮らしはしてないぜっていうふうな普通と思えるものがみんなあったよっていう,うに言われてましたね今どうかなと戦争もないし食料配給が足りないってこともないしうん仕事も探さなくてもいくらでもあると学校も義務教育が制度されていて当時小学生から 勤労動員していて、勉強する間もなかったけども、今、勉強できる暇あるよね。しまいには教室で居眠りするような余裕もあるよね。これで希望が持てないかな、って言われてましたね。<laughs> ロスジネって、そういうことか、と思うとね、私もね、うん、考えるとこありましたね、結構ね。確かに、本当のロスジネは、あなた方だったよね、と。今は、空襲もないし、 徴兵で赤髪が回ってくるともないし死亡通知書が届くこともないしお父さんやお兄ちゃんが戦場に引っ張られてることもないし勤労動員っていうのもないですしね、まあ、いつもいつも戦争の時代と比較してもあれですけども多分私たちももっともっと年齢が過ぎて思うんでしょうね80とか90になった時いや昔は大変だったよって言いながらその時の大変さにあまり共感しないんでしょうね はい、ということでございます。今日もいってらっしゃい。